個人的にトラウマの話。家族以外は知らないし、誰にも話したことはない。うちは転勤族で、子供の時は2、3年おきに引っ越しをしていた。小学3、4年の時に住んでいたのは、京都のとある市だったんだけど、アパートの裏は山になっていた。近所の友達とよく裏山を探検していたんだけど、親から言われていたのもあって、あまり奥までは入らなかった。だけどある日、親たちには内緒で、友達3人ぐらいと裏山の奥まで入ったことがあった。30分ほど適当に歩いていたら、廃屋があった。別に普通の廃屋だった。俺たちはテンションが上がって、廃屋の中に入って探索をした。平屋の 3LDK ぐらいの間取りだったと思う。廃屋のリビングと思われる部屋に、エロ本が数冊落ちていて、エロ書きだった友達たちは歓喜してそれを読んでいた。俺はまだそこまで興味がなかったから、適当に友達が読んでいるのを後ろから見た後、別の部屋を探索した。隣の部屋に入ったけど、特に家具とかはなかったと思う。押し入れがあるだけだった。俺はなんとなく押し入れの襖を開けた。そしたら押し入れの上段に小太りのおばさんが後ろ向きに正座をちょっと崩した感じで座っていた。あまりにも予想外すぎて恐怖とか疑問よりその時の俺は怒られるってパニックになった。でも、2、3秒してもおばさんはこっちに背を向けたままだったので、おばさんは俺にまだ気づいていなくて、このまま静かに襖を閉めればバレないんじゃないかって思った俺は静かに襖を閉めようとした。で、襖に手をかけた瞬間に、おばさんが突然振り向いた。今でもはっきり覚えているが、おばさんの顔がやばかった。眼球がなくて、目の部分がぼっこりと黒い穴が開いていた。口も開いていたんだけど、歯がなかった。そして、顔の至るところから血が流れていた。俺は叫んで一目散に家を飛び出した。友達を置いて。帰り道の道中はよく覚えていないけど、なんとか家まで帰ってきた。もう走っている最中、ずっと泣きっぱなしだった。家の前まで来ると、幾分か冷静になったんだけど、親に話そうか迷った。話したら怒られると思ったからだ。勝手に裏山の奥に行って、って。結局黙っていることにした。もう友達のことなんてすっかり忘れていた。で、家に帰って、怖いのを払拭するためにファミコンを始めた。確かドラクエ3だったと思う。俺の家のファミコンがある部屋には襖がある。ゲームをしている途中に襖の方から音が聞こえた気がして振り返ったら、襖が少し開いていて、中からさっきの顔面ぐちゃぐちゃのおばさんが見ていた。俺はまた絶叫して、台所にいる
母親に泣きついた。押し入れにおばさんがいるって伝えた。母親が俺をなだめた後、ファミコン部屋の押し入れを確認しに行った。俺はただただ怖くて、台所で固まっていた。すぐに母親が、何もいないじゃないって言ったから、恐る恐る確認に行った。母親は、襖を開けたまま、どこにおばさんがいるの？って聞いてきたけど、おばさんはまだ襖にいて、眼球ないのに俺の方を見ていた。母親には見えていなかったみたい。俺はそこで気絶したらしい。それ以来、押し入れのある部屋がダメになった。旅行先の旅館の押し入れにもいた時はマジで困った。今も押し入れにまだおばさんがいるのかはわかんないけど、怖くて確認できない。というかしたくない。今まで3回そのおばさんを見たけど、見るたびに少しずつ押し入れから体を出してきている気がするからだ。私の両親はウィンタースポーツが好きなことから、幼い頃からしばしばスキーへ連れて行ってもらっていました。子供の頃の旅行の記憶なので、すごく楽しい思い出が多いです。ただ一つだけ、毎回どうしても慣れない怖いことがありました。それは夜の宿です。どのスキー場にも宿泊施設の一つや二つ、普通はあるものです。泊まっていくお客さんも多いことですし、そういった施設を建てることは非常に理にかなっているとは思います。しかし、辺境の地に無理やり設置された宿も少なくありません。ですから幼い私にとって古びた宿は何とも言えない不気味な恐怖がありました。恥ずかしい話が、トイレ行くときは毎回誰かについて行ってもらったりしたものです。大人になってからこの話題をしたところ、両親からこんな話を聞きました。今から30年ほど前、まだ私の両親が新婚だった頃、二人でよく各地のいろんなスキー場に足を運んでは一晩泊まってと楽しい時間を過ごしていたそうです。その中の一つ、私もよく行ったことのある冒険のとあるスキー場でことは起きました。その頃にはスキー場周辺の宿泊施設が古いホテル一つしかなく、選択の余地がなかった両親はそのホテルに泊まりました。外壁はピンクの塗装で、なかなか規模のあるホテルです。言葉だけ聞くと想像するようなホラーチックな宿とは程遠いイメージですが、山奥に一つしかありませんので、実際に見ると物寂しい雰囲気が漂っています。温泉へ入った両親は夕食のバイキングを食べて旅行を楽しんでいました。そこから部屋へ戻り、お酒をたしなみ、夜もすっかり更けて心地よい疲れとともに眠りについたそうです。深夜2時ごろ、母が目を覚まし
トイレに向かいました。その時父は布団でぐっすり寝ていて、いびきをかいていたそうです。お酒を飲みすぎたのか、少し長いトイレを済ませてから部屋へ戻ると、父の姿はなかったと言います。部屋へ戻る途中、男子トイレに明かりが灯っていたので、同じくトイレへ向かったのだと思い、再び布団に入りました。幾分か経ち、仰向けに寝ていると、部屋の扉が開いた音がして、足音がしました。母はその時、父がトイレから戻ってきたと思ったそうです。ところがその足音は、父の布団ではなく、母の方へと向かってきました。母は不思議に思ったそうですが、なぜかそのまま体が動かなかったと言います。足音は母の布団の前で立ち止まったまま、なんだろうと思った母が声をかけようと思ったその瞬間、何者かが母の上へ覆いかぶさってきたのです。母はもちろんびっくりしましたが、すっかり足音の主が父だと思い込んでいたため、ふざけて倒れ込んできたものだと思ったそうです。ちょっとやめてよ。笑い混じりに身もだえしていたその時、母の横目にとんでもないものが見えてきました。なんと、隣の布団では、父がいびきをかいて寝ていたのです。一瞬思考が止まり、血の気が引いた母は、叫び声を上げて覆いかぶさる何かを振りほどこうとしました。しかし、もうそこには何も、誰もいなかったと言います。母はすぐさま父を叩き起こし、状況を伝えました。ですが、父はそんな出来事に全く気づかなかった上、とんでもないことを口にしました。父はその夜、一度も起きておらず、布団を離れていなかったのです。母は確かに、トイレから帰ったら、父の布団に誰もいないことを確認したと言います。現在でもその宿は営業しており、私自身も合宿で泊まったことがあります。何か特別な違和感があるわけではなく、ごく普通の宿です。強いて言うなら、夏でも廊下が異常に寒かった印象はあります。未だに母は、あの時覆いかぶさってきたのが誰なのか、そもそも人間だったのか、わからないと言います。